はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。コンプライアンス違反系実況者リュウです。さあ本日はゴミ実況者によるゴミデッキご紹介していきましょう。これやばくないですか、これ見た目やばくないですか、これ見た目明らかにどう見てもうわキモっていうデッキですよね。なんかデュエルリンクス最近聞いたんですけど、局所的ハリケーンが禁止になったらしいんですよ。局所的ハリケーン禁止とかマジ頭悪くねって思ってるんですけど、局所的ハリケーンが禁止になったってことはトラップカードめっちゃガン捨てしても除去られないってことなんですよね。ってことはですよ、いっぱいトラップ積んじゃおうっていうまず発想で、新しいパックで登場したこれめっちゃ強いです。ところてん方式っていうカードですね。これ自分または相手のモンスターの攻撃宣言時、フィールドのモンスター相手を対象にして、そのモンスターを持ち主のデッキに戻すっていうことができるんですよ。だから自分から攻撃しに行ってもいいし、相手が攻撃宣言してきてもいいんですけども、まあ、どれでもね、デッキにバウンスできるっていうめちゃくちゃ強い効果を持っていますと。だこれ最強です、これ最強。まあ、次元幽閉とか、あとなんだなんかその炸裂装甲とかリアクティブアーマーみたいなカードを入れてる人は今すぐに新パックを向いてところてん方式に変えた方がいいです。はい、これ最強なんで、これこのカードで、これ何が強いかっていうと、グランモールいるじゃないですか、グランモールも入ってるんですけど、この時グランモールで攻撃宣言した時にところてん方式で相手のモンスターを除去りまして、デッキにバウンスして、でグランモールで戻すと、なんとグランモールとところてん方式でちゃんと相手のモンスター2体戻せるっていう。ゴミっていう、まあ、そういう戦法ができます。ちなみにこのデッキの勝ち筋、まあ言ってませんでしたね、デッキ切れです。相手のデッキ切れを待つか、サレンダーを待つと、サレンダーせえよって言いながらディベルするっていうマジのゴミ。もうね、こんなデッキをね、作ってるやつはね、死んだ方がいいと思うね。基本的に遊戯をやってる資格ありませんね。はい、死んだ方がいいと思います。ねえ、マジで死んだ方がいいモンスターをめっちゃ積み出して、例えば波紋のバリア、ウェイフォースとか、あとマシブウォーリアとか、カイトロイド、これ相手に使われると嫌なカードをいっぱい入れただけです、このデッキ。特になんかあんま考えておりません。なんかその環境に対する対抗とか考えておりません。なんかこれ使われたら嫌じゃねっていうカード全部入れました。早速ね、置いたカードをひたすら、引いたカードをただ置くだけっていうブルーレッドデッキ、通称ブルーレッドオクラケデッキっていうのをやっていきましょう。デュエルスタンバイ、どうもすいませんでした、先に謝るスタイル。さあどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。私のターン、世界、ゴミデッキオブザイヤー決定戦へようこそ。ゴミ実況者リュウです。今日はですね、久しぶりにですねブルーレッドオクラケデッキを作ってきました。これなあ、どういうデッキかというと、まあ、ちょっとデッキ解説の方でもまあ解説してると思いますけど、おサメちゃんね、オッケー。引いたカードをひたすらに置いていくだけっていうデッキですね。はい、ひたすらに引いたカードを置くだけっていう、そういうデッキです。とりあえずこれそこらしまーす。とりあえずそこらしまーす。サイクロン、そのやるな。なるほど、まあ、サイクロンはね最近流行ってるんですよ。だからね、1ヤード稼げるじゃないですか、おごらないわらじ国って。墓地にトラップカードが3枚溜まったら、だからねそんなにねきつくはないんですよね。あ、何、え、これやばいかな、やばいこと起きるっけこれ。なんかあ、ブリューナークとかが一番やばい。こいつだ、ブリューナークじゃないよ、コーラドラゴン。あ、ホワイトオーラ、あ、それは別にいいや。ホワイトオーラ、ブリューナークが一番やばいですね。11交換してくるんで無限にね。モンスターで攻撃する、まあでも攻撃してくれればね、バウンスはできるんですけどね。俺様がセットしていたモンスターはマッシブウォーリア。このモンスターは1ターンに1度戦闘では破壊されない。ちなみにこのモンスターは自分の戦闘ダメージもゼロになるため、貫通能力とかを持っているモンスターもあんまり効かないぜ。なんて強いんだこのモンスター。さあどうする、俺は引いたカードを置くだけ、俺は引いたカードを置いて使っていくだけだぜ。これが脳死戦法、ブルーレッド置くだけっていう戦法だぜ。とりあえずところてん方式の効果、相手または自分の攻撃宣言時、フィールド上のモンスター1体をデッキに戻す。強すぎだろ。あ、ちなみにホワイトオーラドルフィンはどうでもいいです。ホワイトオーラドルフィンはもうマジでどうでもいいんで、
とりあえずお笑いでマジョブだけつけますか。ガチでどうでもいいんですよ。そこらし切った、つえー最強だ。これでもう相手の盤面埋めたらもう勝ちだろ。モンスターをセット、はい、で、はい、これ勝ちよ。これも勝ち。相手のアドバンス召喚するあのモンスター入ったり、そこらし落としたら結構辛いと思うんですよね。ブリューナクとかあのコーラルで自分のモンスター戻すとかいうことができないと多分ほぼきつくて、サルベージはどうでもいい、サルベージどうでもいい。多分ねコーラルとか入ってないんじゃないかな。エクシーズモンスターと一応なんかそのホワイトオーラドルフィンだけ入れてるみたいな感じの構築なんじゃないですかね。これね、サルベージはもう超強いな。サルベージは超強いで、バトルフェーズ入る。でそっちももちろんマッシブウォーリアーだぜ。ターンエンド行くぞ、私のターン。カードを伏せ。さあどうやって勝つんだ、見せてみろエクシーズ召喚とやらを。あ、早くモンスターを出してスキル使ってエクシーズしろ。サイクロン何必要な、そんなカードはどうでもいい。分断の壁1枚くらい割れたところで特に問題はない。局所的ハリケーンが禁止になってしまったらしいな、世間ではかわいそうにな。俺にとっては関係ねえけどな。俺にとってはそんなことは関係ねえ。サンクステ除去できるんだったらしてみな、ドロー。なるほど、グランモールかなんか聞いても出さないですよね。戻したらなんならあの相手嬉しいと思うんで、まあ、ウィンダが一番嬉しいですね。この状況だとウィンダが一番嬉しくて、高ガスとか踏んでも大丈夫なんで。で、相手多分ねあれ抜けないんですよ、あのペトルフィン融合の融合ペトルフィンマジ抜けないんで、この状況だから、あのエクシーズして打点上げようとして、あ、打点下げようとしてきても、あいつ打点っていうか守備力が2800なんで、はい最強言ってたら来るんだよね。害悪な害悪デッキ使いには害悪カードが集まるんだよね。お前が勝つには程遠いんだよね。フォーさん使いたかった、そのデッキ使ってのに。おっと赤いいいだよ、分断しとくか、分断しとこ、一応分断しとこ、腐ってるし分断の壁。とりあえずこれで、あ、なるほど清掃ね。あ、全然いいよ、全然全然いい。まあ、でもこれ使わなくても別にいいから、ほんとね清掃使ってくれたからありがたいですよね。そこらし落としなとかを一応回避できるあのカードなんで、使ってくれる分にはすげえありがたいっていう。俺はこれで、はいはい、全然いいですよ。そこらしも来てしまった。強すぎない、強すぎるでしょ。さあどうやって勝つのかな、シャークさん。悔しいでしょうね。何もできなくて悔しいでしょうね。君のデュエルは素晴らしい、だがしかしまるで全然程遠いんだよね。ウィンダのクォーターハーツで、ウィンダのとこで精霊呪気ペトルフィンを特殊召喚。このモンスターは効果では破壊されない。あとはひたすらだった。ゴミが二度と俺の前に現れるな。いや、お前が言うな。さあ、おっと、ファンサービスじゃないか、ファンサービスくんだ。まずい、これはファンサービスで分からされるパターンか。これ何やってたのね、スキル掘ってるのかギミックパケットなのかちょっと分かんないけど、結構ね、あの一応まあ新パック登場当初なんで、サイクロン、いや強そうじゃないか、いいだろう。何、俺様のファンサービスという名のそこらし落とし穴が気にないのか。負けろよ、俺のファンサービスも。自分だけファンサービスしないで、お前俺のファンサービスもさせろよ。このデッキファンサクリファイスパペットいいだろ。ギミックパペットデッキですね。このデッキさ、ファンサービスって言い張ってるのやばくない、まあ、カイトロイドあるんで死にませんね、多分。さすがに。ギミックパペットは、さすがにカイトロイドあれば死なないっておばあちゃんが言ってた。墓地に存在するで、ネクロドールとか。ネクロドールの効果、はい、で、ネクロドール効果。パクってくるのかな、これは。あ、違うか。88で、あれか。ヘブンズストリングスかなんかな。で、デッドリーシーンとか出てるの。わかんないけど、まだ消化器使ってないんで。でこれ強いですよね、ヘブンズストリングスで、こういう一伏せみたいなあのデッキだったら結構簡単に除去できるんで、これでダンプティーか、オッケーで、ギミックパペット
とじゃなくてあのあれだデッドリシーン出してでデッドリシーンで除去って殺すみたいなパターンも結構あるんですけど、さあモンスター効果発動、いいだろう、いいだろう、相手にとって不足はねえ、ダイレクトアタック、カイトロイドでファンサービス俺様もファンサービスさせてもらおう、もちろんもう一度ファンサービスだ、俺のファンサービスも受けろ。グランモールいるんでデッドルシーンは除けてきますから、まあそんなに困りはしませんね。さあデッドルシーンの効果でカードは一番持ってくる、そして行けネオスペシャルグランモールを召喚、実は反転する必要ねえな、アトルベイス行くぜクソモグラの攻撃、さあクソモグラのダメージ計算でダメージステップ回収時お互いを手札に戻すぜうぜえうぜえうざすぎる、あまりにもうぜえこれがクソモグラのリンクス流の正しい使い方よ、これが正しい使い方よ、ほういいだろう、ネクロドールいいだろう、攻撃表示が煽ってるのか、マグレドール、なるほどな、なるほど、さあこれでもう一度ヘブンズストリングスか、ネクロドールはね、強いようで実は弱くてギミックパペットモンスターのエクシス召喚にしか使えないっていう効果あるんで、これでなんか強いモンスターが出てくることないです。さあジャイアントキラーをいいだろう、召喚ムービーなんて飛ばしてやるぜ、特殊召喚してないからこのモンスターは破壊することはできない、ヘブンズストリングスいいだろう、お前それ自分のモンスター死ぬぞ、大丈夫か次のターン、その効果使ったら自分のモンスター死ぬぞ、エアフかギミックパペットエアフか、俺が教えてやろうか、ファンサービスデッキの回し方を、さあビスクロール、ああいいだろう、さあウィンダーの効果発動、ウィンダーウィンダーマジこのデッキゴミ、さあお相手の方ヘルカイザーか、ちょっと苦手なタイプのデッキだわ、でもねバック除去をねたくさんしてくるデッキは苦手なんですよ基本的に、まあ、サイバーでいうところのランページがマジでやばいですね、ランページがガチでやばくて、ランページとあとなんだ嵐とか、ああいうカードマジでやばいですね、あとコズミックサイクルもそうですけど、バックだけがまあいっぱい入ってるデッキにはちょっと勝てません、あとあのモンスター効果止めるとか、まあ、のバトルフェーズ中の効果止めてくるのガイアみたいなデッキが結構きついです、はい、まあ走破するガイアとか割るためになんかフレンドリーファイヤーとかね、入れといてもいいかもしれないですね、トラップカード、まあ、フレンドリー入れとけば一応割ることはできるし、あとまあ魔法カード割るトラップだったら何でもいいな、うん、なんか表側のカード割るなんかそれやばいわ、それやばい、いやーもう無理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 、やばいやばいやばい、カイトロイドと一応マッシュはあるんで耐えますけど、多分ねなんとか耐えますけど、トラップ全部、いやこれのために一応煉獄の落とし穴入ってるんですよ、こいつのために煉獄の落とし穴と底なし落とし穴入ってるんですけど、いやこれね攻撃反応機全部被るとねこうなるんですよね分からせられそう、分からされるやつ全部攻撃反応機用だった、甘えてた甘えてた、トランスターン、どういうこと、何これ、モンスターを特殊召喚、あ、やばやばえ、やばやば、最強ムーブ、いやこれやばいぞ、バトルフェル中ソニモンスターが相手モンスターとなんか戦闘する場合なんかね効果が無効になるみたいな、あー殴れない、効果が無効になるみたいな効果なんですよね、これ普通にやばいぞ、まあ、リクルート効果は通るんですよ一応、ただもう2800まで超えられないですよね、超えらんない、これでもなんかスキル発動しても回収できるカードマジで弱すぎて、サイコショッカー相手に何もできないっていう話ありますけど、え何この天才デッキやばい、グラビティブラスターの効果これで、あやばい、これマッシブも破壊される、強すぎる、なんだこのデッキやばいぞ、トラップカードを無効にしてモンスターの効果を無効にしてくる、これはまさかネオスペーシャングランモールの方が無効にされるよな、どう考えてもやばい、勝ち筋がねえ、どうしたらいい、ダーッダーッ、あ
俺のターン。気づいちゃったぞ、このデッキ回答がねえかもしんねえ。